大阪、ナオミです。テニスプレイヤーである前に、一人の黒人です。アメリカの警官の暴力によって黒人が非業の死を遂げました。抗議のために亡くなった黒人の名前を記したマスクをしてきました。今日、全米オープンで優勝しました。応援ありがとうございました。これからもアメリカの社会に対して呼びかけていきたい。アメリカの人種差別は間違っています。一方、日本にもとんでもない人種差別主義者がいるんです。大阪、ナオミは東京都知事の小池百合に抗議します。小池百合、お前はもう一回まともに生き直しなさい。小池百合、レース、イエイ。本当は朝鮮人、差別は選挙のためなんでいい。だから、本物の朝鮮人、差別主義者じゃないん。でーす。小池百合、レース、イエイ。本当は朝鮮人、差別は選挙のため、なんでいい。だから、本物の朝鮮人、差別主義者じゃないん、でーす。